これ上段受けも突きの腰を必ず使うっていうことですね。例えば右からこう受けて持ってきた場合に、なるべく手は体から離さないで、体をするようにして、はい、顔の線がこの腕のね、これ来るまで持ってこらして、ここから上に離げるようにしながら、はい、少し突き上げるように、ね、突き上げた角度がちょうど、はい、分水嶺になって相手の当たった力が受けながら流すということです。だから、はい、こういう直角な受け方しないようにしてください。こうすると当たった力がかかって受ける力が弱くなりますから、力の強い人やったら受けきれないで頭に入ってしまいます。そうじゃなくてやって流すということ、ね、跳ね上げて流す、あとそこを注意させて、ついて手はどうしても離れて受けるようになるから、そうすると自分の体は全部受けて切れてないわけですね。だからできるだけ軽く道具が、はいはい、顔に触る程度に持ってってもらうと、ちょうど自分の体全部受けるようになります。なるべく正確にやらせてください。でそれをその場でもって、これは下げる、こっちが出てきて下げる、はい、必ず受けるときには突きと同じ腰が入るようにして、で顔はまっすぐ見る、はい、スーッと持って、ここで跳ね上げてやる、はい、それでできるだけこの跳ね上げて、こう物がね、相手の手が当たった時に跳ね上げるような状態、下からこう押し上げるんじゃなくて持って跳ね上げる、上段受けですから、はい、持っていく、はい、これ上段受けに対して今度は下段払いね、持ちたらこっち、はい、下段払いもやっぱり自分の体の前を全部受ける、だからできるだけこの手はこの辺から持ってこないで、できるだけ大きく持ちて、この端からこう受けるようにしてください。大きく、だから少しこう持ちた時にこの上白部が少し入るくらいまで、それでこれ上げないね、上げるとどうして上から落とすようになってしまう。そうじゃなくて払うんですか、横に払うんです、持っていく、これも受けた時に腰を切るっていう、はい、何でもそうですね。当たる瞬間楽に落ちて、当たる瞬間決めてやる、腹持ってくる、はい、これが下段払い。今度は内受け、内受けは横の方に出して、手の、はい、脈どころが相手の方を向くくらいにして、それで来た時に払う、その時にこっちを合わせて、やっぱり腰が入ります。でその次に受ける時には手の甲を返すようにして、返すようにして手の甲が上向くように、むしろそれがこう反対にこうしなさるくらいまで持ってくるようにして、受ける時に切ってやる、持ってきて受けてやる、はい、受ける、これを押して、で必ずここで肘受けるようにやって、して返す、ですか。これが外受けね、こ、はい、から内受け、先に内受けやりましたか、はい、内受けはこっちから持ちて返す、はい、はい、同じくこっちを返して持ってくる、はい、はい、やっぱり腰が入ります。真横に落とすように返す、しっかり顔がね、この目まで来るように受けてください。しっかり受けて返す、返す、はい、やっぱり腰で受ける、あの受けるんで、式は早く自分の体のつけるように敷いてやる。